両政国一覧東山道岩木国岩木国の一、岩木国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ。奈良時代に、道の区国から分立したが、短期間しか存続しなかった。718年に設置され、720年と724年の間に廃止された。養老2年5月2日に、道の区国から、岩木軍、死ね派軍、行方郡 ウフトシ軍、岩栗軍の五軍、日立国から菊田軍一軍を割いて設置された。同時に岩瀬国も新設され、道の区国はこの時3分された。母親戦争後の岩木国と異なり、領域は現在の福島県浜通りとその延長にある宮城県渡り軍に限られ、阿武熊山地を越えた盆地は含まれない。 養老四年から人気元年までの間に、道の区国に戻った。養老四年については、道の区、岩瀬、岩家を対象にして養老四年11月26日に出された直が類似国史にあり、この時点まで岩帰国があったことが確実である。また、人気元年3月25日に、道の区国の大城が殺されたことが、俗に本気に見える。大女は、 国史の一人で、大、上、中、下に分けた内大国にだけ置かれる。分割された小さな道の区国が大国とは考えにくいので、この時までに合同していたと推定するのである。廃止のより強い証拠は、人気5年4月11日にあり、俗に本記によれば、この日に道の区国に白川軍団が置かれた。岩瀬国に属していた白川軍が道の区国とされるのは、 岩瀬国廃止の証拠である。そして岩瀬国の廃止も岩瀬国と同時であろうと考えるのである。国府は夏、伊川下流で大国魂神社付近、または根岸遺跡付近のいずれかに置かれたと否定されている。六軍からなった。南から順に。ありがとうございます。